もう5時前やけど、この暗さでございます。画面じゃわからんか、ずいぶん暗くなりました。なかなかね、あっちゃこっちゃでもう話が長いもんで大変でございます。今日はね、川内長野にやってきてますけどね。そうなんです、珍しい広告撮ってくれということで、はい、やってきました。1週間遅れでございますけどね。はい、こちらです。これ横はね、国道175でございます。その横は外館でございますね。まあ旧道でこちらがね、はい、これ、あ、これ中見られないんか。あ、埋まってたか。これは知らなんだな。それは知りませんでした。塚穴古墳、名前一緒やな。羽月戸にもあるんやけどね、塚穴古墳が一緒でございましたが、面白い形状してましたろ。上にね、13重と90のと塔が乗ってますんやね。あら、中見れんかったんかね。これは知らなんだね。これもね、この辺の開拓によりましてね、古墳だいぶ何期かあったみたいやけど、全部壊されて、ここだけがね、一気残ったらしいんやけどね。昔々聞いた話によると、たたりがあるいうてね、この古墳は崩すことできなかったらしいんですけど、一回ね、この中の石を割ったようなことをね、なんか言ってたけどね、そんなことばっか。これが割った後の石の後やろな、これがな、おそらくたたりがあるらしいんですよ、これね。これ入れなかった昔から。まあ、それは知らないんだな。ちょっと危ないね、石の組み方がね。もう浮いてますからね、一番手前の石なんかね。一応回られるんだ。大体もともとはね、15メートルぐらいあったというようなことを聞いてるんだけどね、高さが5メートルぐらいあったらやろういうことでね。あら、今小さくなってるね。この上にね、これはね、13重の塔じゃなくて、な、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9重の塔というかね、奈良時代ぐらい流行ったのがね、13重の塔に流行ったんだけどね。残念でした、入れなかったのかね。なんかね、昔入れたような気したんだけど、穴が開いてんだけどね、埋まってんのかな。ちょっと残念でしたね、埋まってましたね。まあおもろいんやけど、あの上にね、あんな塔が立ってね、ほんまにおもろい。あんな塔が珍しいね、ここの上に。それで横にね、こういうようなお地蔵さんが混ぜてあるんだけど、地蔵となんか書いてあるんだな。ちょっと日本語がわからへんね。なんて書いてあるの。本家がカビなんて、三枚そばか、ちょっとわからんね。日本語にしてはちょっとわからへんんだけど、どういう意味でございましょうかね。まあ、わかる方だったら教えてください。お願いします。ちょっとわからないね。まだ現在祀られてますね、ちゃんとね。あ、この横になんか祀ってたよね。東海塔。おー、この横もそうかね。これやと、なんかわかるもんないかね。いやー、わからんなー、さっぱり。これは全部石組みだぞ。石組みの。すごいね、これ石組みで作ってあるんだけど。ねえ。いやー、何も書いてないか。
なんか祀ってあるみたいやけど、それにしても横のこのペットボトルは何なんでしょうかね。ペットボトルがすごいこと置いてあるんだけど、ほらペットボトルだらけでございます。なんでございましょうかね。あとお酒の瓶とかね、カラビンが置いてあるんだけど、ほらペットボトルだらけだ。なんか意味あんのかね、ペットボトル。はい、ちょっと後で調べてみますけどね、なんでいうことでしょうかね。もう街灯がね、突き出したからだいぶ暗いんです、周りも。こういう位置関係でございますからね。こういう位置関係、もうちょっと下がるか。これ何なんだろうな、これ。これは。なんかマスルームがね、マグでも貼るのかね。いやー、これ中入るかな思ってきたんだけど、入れなかったな。一回来たことあるけど、全然ね、記憶の残ってなかったな。この広さでございますからね。しかし、昔はね、この、何メートル15メーターかぐらいの円方位できるもうね、今10メーターもないぐらいだからね。そんなことが入ったんやかね。そんなことは。読まれへんな。開営通報。開営通報江戸時代やかな。江戸時代にも使われたということかね。ああ、全然読めませんわ。はい、後でちょっと調べます。読めないです、全然。全然読めませんでした。沢市中野寺はなかなかね、古墳が少ないもんで、ね、これを使わな古墳見てくれということで、何を見たらよかったんかね、ようわからんけど、それは取りましたけどね。はい、使わな古墳でございました。沢市中野からでした。ありがとうございました。